今月31日のハロウィーンにかける予定の費用が1人6500円余りと去年の 1.2 倍に増えたことが分かりました。民間の調査会社が全国15歳から79歳の男女5000人を対象に実施した調査によりますと、ハロウィーンに予定があると答えた人はおよそ3割で、去年の 1.2 倍に増加しました。予算は1人当たり平均6565円と、こちらも去年の 1.2 倍になりました。新型コロナ前、2019年の予算額5980円も上回りました。要因は物価高とする人が 21% 余りで最も多く、次いで盛り上がりたい、楽しみたいからでした。具体的な使い道は1位がハロウィーン限定商品を買うで、2位に料理、3位にお菓子を配るもらうと続きました。調査会社は身近な楽しみ方が幅広い世代に広がっていることが予算の増加につながったのではないかとしています。